こんにちは。桜の間日本語ルームのゆきえです。今回は夏の日本語を20個お話しします。チャンネル登録、高評価お願いします。オンラインレッスンもしています。それでは、どうぞ。蒸し暑い。蒸し暑い。湿気が多くてとても暑い状態。 湿気というのは空気の中に水があることです。日本は湿気がたくさんあります。それで暑いです。日本の夏は蒸し暑いです。例文です。日本の夏は湿気がたくさんあって蒸し暑いから辛らい。汗をかく。汗をかく。 暑い時や、サウナに入っている時に、体の中からこう水が出てきますね。それが汗です。で、汗が体の中から出てくることを、汗をかくと言います。今、この部屋もとても暑いので、私は汗をかいています。では、例文です。 今日はすごく暑くて汗をかいた。汗をかいたら水をたくさん飲まないと熱中症になるから気をつけなきゃね。熱中症、熱中症。太陽の光や部屋の中が暑すぎて体調が悪くなること。頭が痛くなったり気持ち悪くなったりすることです。 ひどいと倒れてしまったりしますね。夏、暑い時には熱中症になりやすいです。外の太陽に当たっている時にも熱中症に気をつけなければいけませんが、部屋の中でも熱中症になりやすいみたいなので、部屋の中にいるからといって油断はできません。部屋の中にいても熱中症に気をつけましょう。 例文今年の夏はいつもの夏よりも暑いから熱中症で病院に運ばれる人が多いらしい海水浴海水浴海の中に入って泳いだり遊んだりすること海の中に入って遊んでもいいビーチのことを海水浴場と言います 7月の半ばぐらいになると、海開きといって海水浴場がオープンします。海水浴場がオープンすると、海の家という店がオープンします。ロッカーがあったり、シャワーがあったり、食べ物や海に必要なものが売っていたりします。それに、ライフセーバーもいます。海水浴場は、 安全に海で遊べるようになっています。海水浴場じゃない海で遊ぶと事故になる危険があるので、夏海で遊ぶ場合には海水浴場で遊んでください。例文。去年は海に行けなかったから、今年こそは海に行って海水浴をしたい。そのために新しい水着買わなきゃ。 花火大会、花火大会花火には空に上がってパーンと大きくなる花火と手で持ってやる小さい花火があります花火大会は空に上がる大きい花火のことです大きい花火が空に上がるこのイベントを花火大会と言います コロナの時には花火大会が中止になっていましたが、去年から花火大会を再開するところが増えました。なので、去年の花火大会には人がたくさんいました。今年も花火大会にはたくさんの人が行っています。8月にも花火大会がある地域もありますので、もし日本にいたらぜひ行ってみてください。 例文花火大会は日本の夏には欠かせないよね。でも花火大会が終わった後駅がすごく混んで帰るまでに時間がかかるから行こうかどうしようか悩むなぁ。スイカ割り夏の果物といえばスイカですよね。スイカ割りというのは 場所はどこでもいいんですが、ビーチなどにシートを敷いて、スイカをその上に置いて、それを割るという遊びです。スイカを割る人は、長い棒を持って、目隠しをして、見えない状態になります。スイカから少し離れたところに立って、まず、 10回くる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 ーっと回ります。10回回ると目が回ってうまく歩けないですよね。その状態でスイカの方に歩いていくんです。ふらふらしてうまく歩けないですし、目隠しをして見えない状態なので、周りにいる人たちがもっと前前、もっと左、 もっと右だよって言って、スイカまで案内をします。そこだーと言われたら、スイカを思いっきり割ります。でも、スイカに直接当たれば割れるかもしれませんが、スイカに当たらないとスイカは割れませんから、スイカが食べられませんね。このスイカを棒で割るという遊びを 昔から日本ではしています。最近はちょっと少なくなってきてしまいましたが、いろいろなイベントでスイカ割りをしていたり、ちょっと親戚が集まってスイカ割りをするということもあります。例文。今年の夏は海でスイカ割りしてスイカ食べよう。だから、大きいスイカ注文しとかなきゃ。夏祭り。夏祭り。 夏になると屋台が出るお祭りがあります。それが夏祭りです。夏にある地域のお祭りであれば夏祭りと言えます。夏祭りには金魚すくいやヨーヨーすくいなどゲームもたくさんありますしたこ焼き、焼きそば、お肉など食べ物の屋台もたくさんあります。 そして夏祭りといえば盆踊りです。盆踊りは日本の夏に行う踊りです。浴衣を着て踊るのが一般的です。ちょっと特殊な踊りですね。例文子供の時によく夏祭りに連れて行ってもらって金魚すくいしたよ。でもなかなか金魚が救えなくて すごく頑張って救った記憶がある。扇風機。扇風機。スイッチを入れると羽根がくるくるくるっと回って風を出す機械が扇風機です。昔はエアコンがなかったので扇風機を使って涼しくなっていましたが、今はエアコンがある家が多いので扇風機は少ないかもしれません。 でも扇風機も風を送ってくれるので少しは涼しくなりますね。例文最近の夏は暑すぎて扇風機だけじゃ涼しくならないよ。エアコンつけよう。猛暑。猛暑。とても暑いということです。暑い気持ちを言葉で伝えるときには暑いと言いますね。 その場合に、猛暑ということはできません。猛暑というのは何か文章の中で使う言葉です。例文、今年の夏は猛暑で熱中症で倒れる人が続出らしいよ。水分補給をしっかりして倒れないようにしなきゃね。夏日、真夏日、猛暑日。夏日、真夏日、猛暑日。 夏日は25度以上のこと。真夏日は30度以上のこと。猛暑日は35度以上のこと。これは天気予報やニュースなどでよく使います。猛暑はもう我慢ができないぐらいすごく暑いと自分で感じていれば使うことができますが、夏日、真夏日、猛暑日は ちゃんと25度以上、30度以上、35度以上と決められています。例文。本日の北海道は夏日になるでしょう。また、関東地方は真夏日になることが予想されます。九州地方では猛暑日になると予想されますので、熱中症には十分お気をつけください。水分補給。水分補給。 水を飲んで体の中に水分を入れること夏はたくさん汗をかきますから体の中から水がなくなっていきますだから水やお茶などを飲んで体の中に水を入れて体の中から水が足りなくなるのを防ぐことです水分と言ってもコーヒーや牛乳は 水分補給にはならないので、水やお茶などを飲まなければいけません。例文、今日は暑いからこまめに水分補給してね。倒れると大変だから。避暑地、避暑地。夏はとても暑いですから、少しでも涼しいところへ行きたいと思って、日本の中の 涼しいところへ行く人がいます。その涼しいところ、涼しい場所が避暑地です。日本は縦に長いですね。南に行けば行くほど暑くなります。が、最近は関東の方が暑い場合もあります。でも、その中で長野県は涼しいと言われています。 なので、長野県に行って少しでも涼しくなろうという人がいます。長野県は避暑地です。例文、今年の夏は暑すぎるから避暑地に行って涼しくなろう。この暑さから逃げたい。夏バテ、夏バテ、暑くて体調を崩すことです。 だるくなったり、食欲がなくなったり、やる気がなくなったりすることを夏バテと言います。熱中症も暑さで体調を崩すことですが、夏バテは部屋の中と外の気温差のせいで体温調節がうまくできなくって体調を崩すことです。熱中症の方がひどいです。 夏バテは、ちょっと疲れたなぁ、だるいなぁ、あまり食欲がないなぁって言うくらいですね。例文、なんか最近だるいなぁ、食欲もあまりないし。それ、夏バテじゃない虫取り、虫取り。夏はたくさん虫がいます。代表的なのはセミ。 カブトムシです。夏に出てくる虫を取りに行くことを虫取りと言います。虫を取るための網を虫取り網。虫を取った後に入れるカゴを虫カゴと言います。虫取り網で虫を取ってカゴに入れてうちに持って帰る。これが虫取りです。 最近の子供は虫が苦手な子が多かったり虫取りよりもゲームをしたいという子供が多いと思いますが田舎の方に行けば虫取りを楽しむ子供たちがいるかもしれません私が子供の時には虫取りをしている人がたくさんいました例文子供の頃はよく虫取りしたな最近の子供は 虫が苦手な子が多いけど、自分の子供が生まれたら一緒に虫取りしたいな。日焼け、日焼け。太陽の光を浴びて、肌の色が黒くなることです。日焼けは紫外線という光のせいでします。紫外線対策として、アームカバーをつけたり、 日焼け止めを塗ったりします。日傘を差している人もいますね。日焼けは肌に悪いと言われているので、なるべく日焼けをしないようにしたいです。が、私は結構日焼けをしてしまいました。例文、今日海に行ったから日焼けしちゃった。日焼け止め、日焼け止め。 日焼けをしないように塗るクリームのことです。顔や体に日焼け止めクリームを塗って日焼けしないようにします。そのクリームのことを日焼け止めクリームまたは日焼け止めと言います。日焼け止めという人の方が多いです。例文、夏は日差しが強いから日焼け止めは必須だよね。 もう日焼けしたくないから一日に何回も何回も日焼け止め塗ってるよ。流しそうめん、流しそうめん。そうめんは夏に日本でよく食べられている麺です。うどんみたいな麺なんですが、うどんよりも細いです。夏は食欲がない場合が多いですが、食欲がない時にも食べやすいです。 そのそうめんを竹という植物を半分に割って長くつなげてこっちが上こっちが下になるように斜めにしますそこに水を流してその水の中にそうめんを入れますそうすると上からそうめんがシュッと流れていきますこの流れている途中で そうめんをすくって食べるのが流しそうめんですもちろんそうめんを取ることができずに下まで行ってしまう場合もありますこの場合は大丈夫です下にちゃんとお皿が置いてあってその中に入っていくようになっていますから最後もきれいに食べることができますこれは基本的には外でやることです 庭が広い人やバーベキューに行った時に流しそうめんをしたりします。ただ、そのそうめんを流す竹、まあ、竹じゃなくてもいいんですが、流せるものを用意しなければいけないので、準備が大変です。最近はドンキホーテなどで、家の中でできる流しそうめんの機械があります。これは、 電池で動くものなので、もっともっと手軽に使えます。例文。今年は川でキャンプするから、その時に流しそうめんしない蚊取り線香蚊取り線香。夏は虫がたくさんいますよね。蚊がたくさんいて、蚊に刺されると痒くなります。 この虫が来ないようにするための線香を蚊取り線香と言います。蚊取り線香は線香がくるくる巻いてあってそこに火をつけると蚊が嫌いな匂いが出てくるので蚊が来ないというものです。昔からあります。今は虫よけスプレーとか虫が来ないための道具が 売っていますが蚊取り線香を使っている家庭もまだまだたくさんあります例文寝る前は蚊取り線香をつけないと寝られないよね蚊取り線香をつけたら蚊があまり寄ってこないんだもん夕涼み夕涼み夕方に涼むことです涼しくなるために どこかに行ったり何かをしたりすることを夕涼みと言います。地域や保育園などで夕方にするお祭りを夕涼み祭り、夕涼み会と言う場合もあります。例文、夕方になってちょっと涼しくなってきたから外に夕涼みに行こうか。夏休み、夏休み。 夏にある長い休みのことです。小学校や中学校、高校は7月20日ぐらいから8月31日ぐらいまで1ヶ月半ぐらい休みです。最近はちょっと短くなっているみたいですが、だいたい1ヶ月から1ヶ月1、1週間、2週間ぐらいが休みです。 大学は学校によって違いますが7月から9月の間の2ヶ月ぐらいが休みのところが多いです夏休みは子どもたちにとってはすごく嬉しい時期ですただ小学校の夏休みの宿題がとても多いので子どもたちはやったー休みだーと思いつつも宿題やらなきゃっていう気持ちもあって 複雑ですそして夏休みの朝にはラジオ体操という日本の体操があります朝ラジオ体操に行くと学校でもらったカードにハンコを押してもらえますそれが嬉しくて私も毎日毎日子どもの時には言っていました例文 夏休みになると子供たちが毎日家にいるからご飯3食作らなきゃいけない。もう大変。どうでしたか今回は夏に使える日本語を20個お話ししました。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。